こんにちは、目黒区の自律神経救世主腹巻接骨院院長久松です。今回もですね、自律神経のことでお悩みの皆様に有益な情報が提供できればいいかなと思っております。今回はですね、眼精疲労に効くツボ、それについて説明したいと思います。眼精疲労のツボ、それはですね、目頭の少し上にある生命というツボにあります。これ陰陽師のね、阿部の生命と同じ名前の生命です。覚えてみてください。それを痛くない程度に3秒ほど応圧します。それを5回ほど繰り返します。それによって眼精疲労、目の疲れ取れてきます。目の疲れというのはかなり自律神経に影響しますので、自律神経に不調がある方、もしくは目が疲れたなと思っている方、パソコン作業やスマホ見てる間に疲れてるなと思ったら、ぜひぜひやってみてください。では私やってみます。ここの部分です。痛くない程度に応圧します。1、2、3、2回目、1、2、3、はい、3回目、1、2、3、はい、4回目、1、2、3、はい、5回目、1、2、3。今軽くやってみただけでも私もすっきりしました。ぜひぜひ皆様もやってみてください。そして、もし皆様がこれをご覧になっている方で、病院で原因不明と言われた、もしくは自律神経の不調が原因と言われた症状でお困りの方、下の説明の部分にある当院の URL クリックしてご覧になってみてください。必ずあなたの力になれるでしょう。よろしくお願いします。